アップグッズ満載ジャカラのプレゼンバトル、よいしょ、気合入ってるか、よし行きましょう。はい、それではこちらにある通販サイトジャカウが女性のために取り揃えた10種類の商品を使って1対1で女性視聴者へ向けてプレゼンバトル、1月で8人全員に挑戦していただきます。怪しかったけどまあいいでしょう、セーフ、セーフということで、満点ジャカウが出たらジャカウ会員の方も含めて抽選で1名様に1万円分のポイントをプレゼント。まずは先行藤田葵、先行藤田葵、行ってみよう、よーいスタート。私がプレゼンする商品はローズクォーツシャンプーです。日本人の髪を研究し開発された泡パックを行うことで保湿成分を浸透させる美容液シャンプー、バラの女王ダマスクローズをベースにした香りで女子力アップ間違いなし。ではこの香りを利用してイケメン俳優を落としてみたいと思います。まずは、シャンプーのないいつもの私こんにちは イケメンすぎて顔が見れない、そんな時はこのシャンプー、女子力上昇中、方はすみませんでした。宮崎翔太さんのファンの方すみませんでした。女優藤田の得点は、さあお出しください、どうぞ。ドン975、素晴らしい、すごい、ありがとうございます。翔太君は75ですね。あ、僕はあのクエスチョンマークがたくさん浮かんだのねすいません。でもただ意外にあの声がすごくいいっていう、そうだよ、はい、聞きやすい声してもらう、 ありがとうございます、うん、まあ、いい、さあみひろさん、はい、キュージャカウ、素晴らしいですね、はい、なぜまた、なんかこうプレゼンをしているこの喋り方とかニュアンスがすごい心地よくて、うん、素敵だなと思いました。なるほど、はい、ね、素晴らしいじゃないですか、ありがとうございます。僕ですね、はい、いきますよ、こちら7じゃが、あら、なぜまた、いや7出せばフルハウスかなと思ってそう、ね、ということで、はい、41じゃがです、ありがとうございます。続いて高校は富永和葉、高校富永行ってみよう、よーいスタート。はい、私が今日紹介するのは3つ蜂の毒石鹸です。毒、怖いって思うかもしれないですけど大丈夫、今お隣のお国韓国では毒の、違う毒コスメとしてすごい人気や爆発的にブームになっています。はい、蜂の毒成分に使ったあれヒュンととても多く使ったこの石鹸はお肌のトラブルを改善してピッチピチに綺麗なお肌に導いてくれます。はい、今夜は今日は私がそれを実際に使ってプレゼンしてみます。実際にやってみよう、石鹸案がここにあるんですけど、わー、すごいいい感じに泡立ってます。めっちゃすごい、すごい、この肌と肌がなんか密接するって感じ急に殿方、いい感じに泡立ってきましたが、そろそろお体お洗いしましょうか。延長お願いします。さ、すごいいい感じなね、宮崎くん、いいよね。はい。宮崎くんはこういうところは初めて？父が2回ほど。そんな感じで綺麗なお肌へと導いてくれます。ぜひお使いください。素晴らしいですね。時間もぴったりでございましたし、まあ僕が言うのもなんですけど、ね、
翔太君乗りやすかったですよね。そうですね、はい、やった。特にこう絡まれて嫌な感じはしなかった。泡のおかげ、ありがとうございます。そのおかげだと思います。富永の得点はお出しください。どうぞ。ドン。ね、はい、翔太君救助か。そうですね、単純に興味が湧きましたね。それなんかあのプレゼン終わった後もちょいちょい泡を触ってるらしい。泡を触ってるって感じがいいですね。また、ね、そうですね、いい感じですよね。さあ皆さん、はい、救助会。なんでまた救助会ですか。あのプレゼンも良かったんですけど、なんかこう打ち合わせをしたのかっていうぐらい2人のノリもすごい良かったので、はい、素晴らしいなと思いました。 ありがとうございます。はい、ただね、まあちょっと皆さんは甘いようですけど、あ、はい、ということで十社会。何点じゃないですか。ちょっと何の顔ですか。すっきりした。ということで皆様に お知らせがあります。お知らせあります。ホームページからご応募いただいた方にもれなくショッピングサイトジャカオで使える1000円分のポイントをプレゼントします。応募のチャンスは今から1週間。番組ホームページをぜひチェックしてください。あ、よろしくお願いします。ジャカオでは新規会員登録された方にもれなく500円分の商品購入ポイントをプレゼント。詳しくはジャカオホームページをご覧ください。